日本金メダル数3位で称賛されるも、日本選手の除外を求める声が海外で広まる。こんにちは皆さん、日本3位おめでとうもんです。いや、結局いい感じに着地しましたね。今思えば五輪前から鉄道で放火騒ぎ、開会式でバチカン本部から大目玉、日本に対して明らかな誤信の嫌がらせと、本当にいろいろお騒がせなパリ五輪くんでしたが、明らかな差別、誤信をされてもやっぱり日本は強かった。なんと反則行為を続けた開催国フランスを押しのけて、さらに多くの金メダルを取り3位という結果になりました。いやー誇らしい。たび重なるフランスのズル行為に負けず、勝ち取った3位を祝福する声が欧米諸国から集まり、世界的に有名な選手も東京五輪の方が圧倒的に良かったと称賛していて。だが秘宝、先日行われた男子競輪でも誤審が発覚。そのせいで今とある日本人選手が海外で大批判されていて、今後の競技から彼の除名を求める声が欧米で広がり大炎上しています。思ったんですが、誤審がなかったら少なくともフランスとはもっと圧倒的な差があったと思います。特に柔道はひどかったしな。それではことの概要と現地の声、一緒に紐解いていきましょう。日本おめでとう、高評価する君、ボンジョー。日本、東京五輪の勢いそのままに、なんとパリ五輪の金メダル数3位にという記事ですね。日本は金メダル20個という高い目標を達成し、メダル数で前回自らが開催した東京五輪での順位に並ぶという夢を叶え、堂々の3位に上り詰めた。胸を張るべき素晴らしい結果になった。20個のメダル獲得は以前から日本五輪委員会が掲げていた楽観的な目標とぴったり一致している。しかも3年前の東京五輪では552人もの日本の選手が出場したが、今回ははるかに下回る409人しか出場していないのを考慮すると凄まじいことだ。ニューヨークの大手メディアニールセンは、日本の金メダルは以前の半分以下の13個を獲得し、総合数では7位にランクインすると予想していたが、実際には米国と中国に次ぐ順位になり、開催国フランスを優に上回った。フランスは16個の金メダルを獲得し、オーストラリアに次ぐ5位に終わった。日本の五輪委員会は先日、自国開催以外でのオリンピックでは最高の結果でした。これは非常に大きな成果だと考えています。都市日本が10の新種目でメダルを獲得したことに喜んだ。この日本の活躍に保守派のアメリカ人のアカウントも称賛しているようなので紹介しておきます。中国は14億人も人口がいて、マイナースポーツで金メダルをかっさらった。フランスは開催国だから有利だった。イギリスは4つの国からできているし、オーストラリアはカンガルー相手に練習している。そんな逆境にも負けず、アメリカはまた1位だし、日本も素晴らしい活躍だ。日本は本当に好きだよ。日本のファンはアメリカチームのことを強く応援してくれた。日本人は本当に素晴らしい。アメリカが優勝するのは当たり前だろ。いろんな背景、人種が集まってできた国なんだから、どんな競技にもぴったりな選手が集まっている。日本は中国と比べ人口も少ないし、少子高齢化で人口が減っていってるのに、それすら感じさせないパフォーマンスを見せてくれた。しかも中国と違い民主主義だしな。日本には人種のルツバがないから、アメリカが有利なのは明確だよ。日本が大好きだと、このようにいろいろなコメントがあったんですが、特に保守的な欧米人が日本を称賛する声が目立ってましたね。日本に対しての誤信がたくさんあったのに3位というのは本当の強さを見せつけたなという声もあって嬉しい限りですが、東京五輪のクオリティも今再注目されていて、世界的に有名なドイツのテニス選手も東京五輪の選手村を称賛していたので紹介しましょう。今回の五輪は最高ではなかった。ズベレフ選手、選手村にとどまらざるを得なかったことでの苦労を語るという記事ですね。彼はパリ選手村の課題を挙げて、自身が金メダルを取った東京オリンピックの方が優れていたと称賛した。パリ五輪ではテニスコート内外で困難を感じたと残し、我々にこう語った。東京の方が良かった。もちろん金メダルを取れたのもあるけど、今回の選手村は良くなかったね。部屋にエアコンがないから睡眠、あと食事に苦労した。それは誰にとっても同じで文句は言えないけど、東京の方がずっと良かった。このような要素から満足に休息が取れなかったため、それがパフォーマンスに影響したことを認めた。なるほど、東京五輪では金メダルを取った彼の言うことには説得力がある。と記事は締められてますね。誤信続きなのに3位、しかも東京五輪の方が良かったと多くの選手が言ってるのはとても誇らしいですよね。しかし秘宝、なんと今日本男子競輪選手が大炎上しています。そのきっかけになったツイートがこちら。オリンピック運営、中野慎二選手の全ての競輪競技からの生涯出場停止処分をお願いします。彼のスポーツマンシップが欠如している振る舞いは見るに堪えない。この競技に対して失礼だ。状況を説明しますと、男子競輪の決勝に出ていた中野慎二選手が最終コーナーで落車。
その結果、すぐ隣にいたマレーシアの選手と接触し、後に続いた数人が落車してしまい、彼らも途中棄権に。結果的に巻き込まれた全ての選手がメダルを取れなかったということなんですが、その結果、今、中野選手の SNS がマレーシアの選手によって荒らされています。この選手村に着きましたという投稿に対して、マレーシアの国旗のギフが貼られたり、お前の母ちゃんデベソ的なノリで、お前の母ちゃん緑色というマレーシア特有の煽り言葉がたくさん残されています。著作権で動画がバンされるため、実際の動画は流せないので、僕のツイッターに載っけときますが、見てもらえばわかる通り、中野選手の隣を走っていたマレーシアの選手が過剰に中野選手に恥を接してきた結果、中野選手が倒れてクラッシュが起きたということなので、原因を作ったのはマレーシア君、オタクの選手では、それにイチャモンつけて SNS 荒らすってどうなん？なんかこの五輪マジで外国不信になりそう。とにかく日の丸を背負って戦ってくれた選手の皆様、本当にお疲れ様でした。不正行動に負けず素晴らしい結果、本当に誇らしい。それでは現地の声、クセを紹介していきますね。Man, Japan's fencing team was on fire. They nailed that gold with some serious strategy and flair. You can tell they put in the work this year, and it totally paid off. Honestly, the Japanese athletes have been smashing it in every event. Their focus on driver next level, gonna respect that kind of passion.I'm just in awe of what Japan has pulled off at these Olympics. They've really shown what it means to compete with everything you've got. Pure heart and soul, no doubt. From the jump, Japan's athletes have been a powerhouse. Every single performance has been top tier, and their dedication to excellence is clear as day. The Japanese squad has been all class and skill from start to finish. Seriously though, they've been one of the best parts of the Paris Olympics for me. So impressive.Watching Japan constantly crash across so many sports has been unreal. They've really left a mark on those games. Totally made a statement. 皆さんの考えもコメント欄から教えてくださいね。このチャンネルでは欧米のマジかっていうニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターをフォローしていただけるととっても喜びますんで、よろしくお願いします。それでは一日よし。日本メダル数3位で称賛されるも、日本選手の除外を求める声が、日本選手の除外を、日本、今思えば五輪前から鉄道、今思えば日本に対して明らかな誤信をされて、そのせいで今、とある日本人、日本おめでとう、日本おめでとう、高評、なんとパリ五輪のメダル数で、なんとパリ五輪のという夢を、堂々の3位に上り詰めた。出と予想した いたいろんな大会、東京五輪のクオリティの選手村にとどまらざるを選手村にとどまらざるとろ彼は選手村の彼はパリ五輪ではテニスコート内外で困難を感じた残し、それがパフォーマンスに影響したことを認めた。しかも東京五輪の方が良かったと言っている選手が多いのを、男子競輪の中野慎二選手その結果、すぐ隣にいたマレーシアの選手と接触し、僕のツイッターに載っけたまし、マレーシア選手が過剰に恥をせさ、中野選手のとだれ、とにかく日の丸を背負って戦った選手の皆さん、お疲れ様でした。